はい、どうもこんにちは。カリンゴでございます。ということで、第12回ですかね。ノーカットお魚さばき、はい。もうとってもとってもご無沙汰ぶりで、どうだろう、大体2ヶ月ぶりぐらいですかね。最後がヒラメをさばいたのかな。ノーカット魚さばきっていうのは、極力編集をせずに、カットをせずにお魚をさばくという企画でございます。まあ何分ね、ダラダラと尺が長くなってしまう恐れがありますので、飼育場。下のね、この赤い玉みたいなやつをこう、マウスでクリックするなど、指でスライドするなどして動かしてもらって、好きなとこで見てもらえばよろしいかなと思います。今日はね、こちら。すごいよ、今日は。これ。見てください、これ。わかります?多分お魚好きな人だったらわかるかな?これはですね、バラムツってお魚でして、これね、食べすぎると、お尻から、油が出ちゃう。そういうお魚。聞いたことあるんじゃないでしょうか。いろいろテレビとか、他の YouTuber さんとかも取り上げてるお魚なんでね。で、この魚は、流通が禁止されてる魚なんです。うん。売れないんですよ。漁師さんはこのお魚を。今日は、自己責任で、変な魚おじさんからいただいたものなので、まあ、自己責任で食べる分には、全然食べても大丈夫なので、こちらね、食べていきたいと思います。食べる前に、ちょっと、これ、みんなでね、観察していきましょう。こんなに珍しいお魚なんでね。でね、まず、これ見てほしいんですよ。これです。これ。わかるかな?これ。トゲトゲなんですよ。チク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 して、チク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 して。で、こっち側に指をスライドさせるとすごい痛いです。こっち側はね、こう、針がこういう風に入ってるんで痛くないんですよ。これはね。ただ、こっち側から、ういででででででで。聞こえるこれ。ちゃ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 。これが、この茨のトゲみたいっていうので、バラムツって呼ばれるらしい。バラムツって呼ばれてるらしいです。本当のことはわかんないですけど、そういう風に聞きました。で、この大きな目。で、こう、歯がね、鋭いんですよ。あ、フォーカス合わねえな。これもノーカット魚さばきの、まあ、醍醐味ですね。フォーカスが合わないっていう。ほら、あ、これあったあった。ほら、こんなに鋭いんですよ。ね。あれみたいですね。顔から見たら黒ムツみたいなお魚ですね。で、尻尾はこんな感じですね。まあ左右、あ、上も下も一緒の長さですね。で、ヒレもこんな感じで。ね、ここのヒレもこうありますと。ここにもありますと。こんな感じでございます。で、このどれだけこのトゲが鋭いかっていうのを見せてあげたいんで、このちょっとしなしなになっちゃったキュウリ。これをね、すりおろしてみたいと思います。多分すりおろせるんじゃないかな。いきますよ。ここでじゃあすりおろしますよ。いきます。ほら、ほら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 、すごっ見事に綺麗にすりおろせてる。ほら、サメ肌ですりおろすよりこうなんか荒いですね。すごいね。これ次、山芋の端っこの方、これも吸ってみます。あ、すげえめちゃくちゃ擦れるじゃん。めちゃめちゃザクザクする。めちゃくちゃ擦れましたね。なんで、とっても鋭いんですよ。これまだ魚体がちっちゃいんで、まあ、ザラザラこうやって手でね、触れるぐらいですけど、もっともっと大きくなるんです、この魚。大きくなったら針も大きくなるんで、本当に危ないです。うん。なんでね、本当は軍手とかした方がいいですね。まあ、僕はちょっと軍手家にないんで、しないですけども、もしね、バラムツいただいた際は、軍手を使って、さばいてください。危ないのでね。はい。じゃあ、前置きがちょっと長くなってしまいましたんですが、今から3枚におろしていきたいと思います。今日はこちら、3枚におろすところまでやりますね。ノーカットで。で、後日、身を使って、料理を作っていこうかなと。まあ、珍しいお魚なんでね、ゆっくりゆっくり動画にしていきます。さて、じゃあ、まずはこちら、頭を落としていきますね。今日はね、2カメで行くんで、たまにアングル変わるかもしれないです。ここにカメラつけてありますんで。こういう風に、ここに、ほら、こうやって網に引っ掛けてね、取ってあります。
このまな板のここが映るようになってるんで。さーて、そしたらまず頭を落とします。ヒレの後ろから1本。うわーすげー、骨が柔らかいです。サクッて入る。ブリとかそういう骨じゃない、ブリの骨とかそういう類の骨じゃないですね。サクッと入ってく。プルプル。こう、ほら、こう背骨も柔らかいの。なんかアンコウの骨みたいな感じ。アンコウの骨も柔らかいんですけど、そんな感じですね。身自体は噂で聞いてた通り真っ白けっけ。これがワックスなんですね。ワックステルとかいう物質らしいです。な、人間の体じゃ吸収できない物質。だからお尻から出ちゃうらしいですね。そしたらお腹を割っていきます。すごいね、お腹も。でもそんなに内臓脂肪バリバリにあるってわけでもないんですよね。これ内臓ですね。なんか垂れた。ちょっと一回洗いますね。まな板はこまめに洗いましょう。これはね、魚をさばく上でとっても大事なこと。大体魚さばいて、自分でさばいてみたら生臭くなっちゃったとかいう人いるんですけど、多分大体の人がこの作業を怠ってるからそうなるのは原因だと思いますね。この作業を怠ってるんだと思います。血合い取っていきますね。取れるかな。あ、取れる取れる。血合いは簡単に取れますね。はい、では3枚におろしていきますね。ちょっとアップするか。はい、じゃあいきます。下から1本入れます。本当にね、皮は硬いんですよ。すごく。でも身自体は柔らかすぎて、なんか歯が入ってる感じがしない。そのくらい柔らかい身質ですね。サワラなんかよりももっともっと柔らかい。で、骨もすごく柔らかいから包丁がスッスッスッと入ってきます。はい、肩身が取れました。なんか身の形状、サワラとかそういう魚に近いですね。とても美味しそうです。でこっち側も下ろしていきますね。下から1本入れて、で反転させて背中も入れていきます。ガイドライン1本入れたら次は身を切っていきます。背骨までいったら、そしたら反転させて尻尾から歯を入れます。で歯を入れたら尻尾から頭にかけて包丁をスライドで、尻尾の付け根を落としますと。はい、はい、これでバラムツの三枚おろしの完成ですね。これが骨ね、骨も真っ白ですね。こんな感じで、身がこうですね。触った感じね、手に油がひっつくような身質じゃないですね。サラサラしてます。なんか普通のサーモンとかマグロの感じとはまた違うな。サーモンとかはね、こう触ると油がぴったりつくんですけど、これは違う。なんかサラサラってしてる。これがなんか分解されない油なのか。で、ね、この一枚は、どうしような。これこんなにはいらないから、この一枚は切り身にして冷凍保存しとこう。また何かの企画に使えたりだとか、もし知り合いで自己責任で食べたいよっていう人がいる場合、食べさせてあげようかな。自己責任よ、その代わり。まあ、本当にもう一回言っておきますけど、これは自己責任です。絶対に。ね。そこのところよろしくお願いします。
まあ、食べて死ぬとかそういうものではないんですけども、昔は食べられてた魚なんで、ただちょっと食べ過ぎるとお腹下しちゃうよって話のお魚です。皮付いたまま、皮付いたままブロック、まあ、これ残しておきます。これは冷凍で、これはねちょっと皮引いてみますか。どうなんだろう、いきますよ。絶対引きやすいだろうな、これ皮かてえし、油あるし、いきます。まあ引きやすい、一発だもの。ほら油があるんだから、すごいね。これも冷凍と。でこれはね、企画で使いますか。半身熟成させようか。あーちょっと噛んじゃった。熟成させてみましょう。バラムツの熟成、あえて腹骨はつけたまま熟成しようか。熟成ってね、生きた魚をこう熟成させて、この油をこう身に回すんですけど、こいつの場合は普通の魚の油じゃないんで、熟成させたらどうなるんだろう。そもそも生きてないんでどうなるかわかんないですけど、まあそれ含めてちょっとやってみましょう。一回寝かしてみましょう。はい、じゃあこのぐるぐる巻きにして、でこっからさらにラップを巻いて冷蔵庫で3日4日ぐらい熟成させたいと思います。あ、なんか、あ、すごい独特の匂いがする。臭いって感じの匂いじゃないですけど、なんか加工品の魚の匂いがします。そんな匂い、はんぺんとか、うん、そんな匂い。さばき終わりましたと。すごくね、さばきやすい魚でしたね。ものすごく全然見割れもしないし、背骨落とすのも力いらないし、よかったんですが、味がどうかなっていうのが気になりますよね。まあそれは次回の動画で、次回かわかんないですね。ちょっと3日間寝かすんで、他の動画がちょっと間に入っちゃうかもしれないんですけど、必ずね動画にはしますので。3品ぐらい作りたいですね。なんだろうな、鍋もいいな。バラムツ鍋、バラムツ鍋いいな。まあいろいろねやりたい料理はありますね。ということでね、今日ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますと、YouTuber っぽいことを一言、言い放って、今日の動画はここまでにしたいと思います。